家の誇りにかけて負けるわけにはいかぬ。父家次期当主たるこの私が相手になろう。波動の33増加追。戦いの中で刹那の狂気に身を浸す楽しみを知った。目障りだ。波動の33総括位。貴様では私に片膝すらつかせることはできぬ。終わりだ。血で千本桜。ただ純粋に核の差だ。その目に強く刻むがよい。挽回千本桜影吉。やるな。次の一撃で幕だ。中継白帝剣。やりおったな。我が誇りのためならば切れぬものなどない。行くぞ。距離死ね。中継白帝剣。これが防御を捨て敵を殺すことだけに全てを捧げた千本桜の真の姿だ。千景千本桜影吉。戦いの中で刹那の狂気に身を浸す楽しみを知った。私を捕らえることはできん。終わりだ。刑が人たちを振り終える前に私は刑を切って捨てる。そろそろ理解できたか。刑は私を切るどころか近づくことすらできない。恐怖の存在しない戦いなどない。挽回千本桜影吉。終わりだ。命を捨てて振るう刃で守れるものなどないと知れ。千景千本桜影吉。王に一家先人か。突撃で必ずこの手で仕留める。それが私の意志だ。我が剣筋刑に見切ることなど叶わぬ。身のほど知らずか。隊長たる者、現世の俗習に習うのも務めだ。俗習に習うのも務め。我が矜持見せてやろう。私欲のために剣を振るうのはこれが初めてだ。そして最後にすると誓おう。その命よほどいらぬと見える。何をしている。行くぞ。信念といえど浮き足立つことは朽木家の矜持に反する。目障りだ。波動の33総括位。人気で我らの芸術性を見せるのもやぶさかではない。その目に強く刻むがよい。挽回千本桜影吉。しま、我らの芸術性を見せるのもやぶさかではない。構想はあり、あとは形にするのみ。良い出来だ。私と貴様の格の差、その身をもって知るがいい。我らの誇りを汚した罪、その身ごとき贖えると思うな。信念といえど浮き足立つことは朽木家の矜持に反する。俗習に習うのも務め。我が矜持見せてやろう。